これはこれは英雄フォスティール様、良いところへいらっしゃいました。どうか急ぎ玉座の前向かい、王にお会いください。まさかプーポッパン王の身に何かあったのか。いえ、ご病状は安定しておりますが、王はとうとうあの儀式を行うとおっしゃっているのです。フォステイル様、お願いです。王を止めてください。儀式を行えば王の命は。わかった、ありがとう。なんだお前は。怪しい奴め、何用があってメギストリス城へ来た。ほうほう、キーエンブレムを求めてこの国へやってきたのだな。それならば一人前の証を持っているはずだ。どれ、改めさせてもらうぞ。これはまごうことなき一人前の証。よし、問題なし、通っていいぞ。Thank you.
プーポッパン王、どうかお考え直しください。いかに魔性を退けたとしても、王を失えば我が国はおしまいです。言ったよ。魔性に触れたこの身はもう長くは持たぬ。ならば最後ぐらい好きにさせてくれてもよいだろう。私も王にお仕えする前はレンダーシアの地で魔性の脅威を研究しておりました。このまま何もせずにいればプクランド大陸各地に現れた魔性が大陸を滅亡に導くことは承知しております。ですが、何も王が儀式を行わずとも王家の血を受け継ぐ者はもう一人いるではありませんか。王子はこの国の未来を背負う者。わしは魔性に侵され死を待つだけの身だ。どちらが儀式にふさわしいかは明白だろう。しかし…くどいぞ、イッド。誰が何と言おうとも、わしは王家の儀式を行い、魔性からこの国を守る。この命一つで、プクランド大陸に住むすべての民を救えるのなら、安いのよ。いえ、その必要はありません。誰かと思えば、インチキ預言者のフォステイル殿か。今、私と王は大切な話をしているのです。席を外してくださいませんか。まあ、よい、イッド。フォステイル、久しぶりだな。さて、
今度はどんな不幸な未来をわしに予言してくれるのだ？運命とは、あらかじめ定められたもの。僕の意志が選んでいるのではありません。では、わしが魔性に侵され死にかけているのも、このプクランド大陸が滅びようとしているのも、すべて定められたことだというのか。そのお体では、もとより、儀式の塔へ向かうのは無理でしょう。ふん、わしの体のことがお前などに分かってたまるか。王よ、塔へは行かぬことです。僕の予知では儀式の塔へ向かえば取り返しのつかないことになる。魔性の脅威から国を守りたいなら、亡くなられたアルウェ王妃のノートを探すより他にないのです。アルウェ王妃のノート、いかなる願いをも叶えるという伝説のノートがまさか実在するというのか？アルウェ王妃のノートはこの国のどこかに眠っているはずです。そのノートさえあれば、王自ら命を捧げずともこの国は魔性から守られます。我が君プーポッパン王、インチキ預言者を信じるわけではありませんが、試しにアルウェ王妃のノートを探してみてはいかがでしょうか。貴様までそんなくだらんものを信じるというのか、イットよ。いえ、めそうもございません。予知もノートもデタラメだ。アルウェのノートなどあるはずがない。ですが王よ。出て行け、フォステイル。二度とわしの前へ姿を現すな。旅人か。どうした？わしに何用だ？おほう、キーエンブレムを求めてはるばるこの都へ参ったか。それはご苦労。ならばちょうどよい。そなたに頼みたいことがあるのだ。入れ。この者たちは、近頃キラキラ大風車塔の儀式の間に恐ろしい魔物が住み着いたという報告はわしも受けておる。そこで我が国に集う精鋭たちに魔物を討伐してもらおうと思ってな。そうすれば安心して儀式もできる。王がそこまでお考えとは。わかりました。では私の部下たちも討伐隊として儀式の塔へ同行させましょう。討伐隊の兵たちが無事塔に潜む魔物を倒したならば、もはや儀式を止め立てはいたしません。すべては王の御心のままに。というわけだ、旅人よ。そなたも一人前の証を持つほどの腕前、魔物退治を恐れたりはすまい。魔物を討伐してきた暁にはキーエンブレムを褒美にくれてやる。どうだ、言ってくれるか。
そうか、やってくれるか。これで討伐隊は揃った。皆一人前の証を持つ勇敢なる者たちだ。これなら魔物もひとひねりだろう。討伐隊に申し付ける。風車の丘にあるキラキラ大風車塔へと向かい、儀式の間に潜んでいる魔物を討伐するのだ。では頼んだぞ。